はようございます。こんにちは。こんばんは。おやすみなさい。タッキーズのぬいあんです。今日は保育士試験過去問、令和5年前期教育原理問いに幼稚園教育要領の話をしました。保育士試験と比べると出てくる回数は少ないんですが、こちらもしっかり内容を押さえていきましょう。では、どうぞ。2023年前期教育原理問いに、次の文は幼稚園教育要領全文の一部である括弧 A 括弧 B に当てはまる語句の正しい組み合わせを一つ選びなさい。これからの幼稚園には学校教育の始まりとしてこうした教育の目的及び目標の達成を目指しつつ、一人一人の幼児が将来自分の良さや可能性を認識するとともに、あらゆる他者を価値のある存在として尊重し、多様な人々と共同しながら様々な社会的変化を乗り越え豊かな人生を切り開き、括弧 A の作り手となることができるようにするための基礎を培うことが求められる。このために必要な教育のあり方を具体化するのが各幼稚園において教育の内容等を組織的かつ計画的に組み立てた括弧 B である。この問題正解が1番の持続可能な社会教育課程となります。今日も深掘り解説始めていきましょう。この問題のポイントは幼稚園教育要領について理解できているかどうかです。今回、保育士試験の問題ではあるんですが、保育園と並ぶものに幼稚園があります。ですので、まず幼稚園と保育園の違いについて確認をしてみましょう。まず、幼稚園というのは義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとして、幼児を保育し、幼児の健やかな成長のために適当な環境を与えて、心身の発達を助長することを目的とする。保育園の方は、保育を必要とする乳児、幼児を日々保護者のもとから通わせて、保育を行うことを目的とする施設とされています。この違い、わかりますか？幼稚園の管轄は、小学校や中学校と同じ文部科学省でした。一方、保育園の方は、厚生労働省の管轄。で、これが今年、令和5年から子ども家庭庁の方にどちらも統合されたんですが、この元々の省庁からもわかるように、幼稚園というのは教育機関、保育園というのは児童福祉施設ということができます。幼稚園は子どもの教育を行う場所なんですが、保育園ももちろんその役割はあるんですが、保護者を助けるという意味もあります。幼稚園の根拠となる法律は学校教育法。年齢は基本的には3歳から。そして幼稚園での教育は幼稚園教育要領というものにのっとって行われています。この要領っていうのが小学校とか中学校でも学習指導要領という本があって、それにのっとって教育を行われてるんですが、それと同じものの幼稚園バージョンということになります。保育園の方は根拠となる法律が児童福祉法。年齢は0歳から。保育園はおなじみの保育所保育指針にのっとって保育が行われています。では、今回の本題の幼稚園教育要領について詳しく見てみましょう。幼稚園教育要領とは、1956年から実施されている文部科学省が定めている幼稚園の教育課程の基準です。保育や学習活動展開の指針とされています。そして現在使われているものが平成29年、2017年に改定されたものです。内容は全文第1章総則、第2章狙い及び内容、第3章教育課程にかかる教育時間の終了後等に行う教育活動などの留意事項ということで、保育所保育指針と比べると結構キュッと内容が収まっているイメージを持たれるかもしれません。幼稚園教育要領の中では、育みたい能力、資質として3本の柱が挙げられています。1つ目が知識及び技能の基礎。2つ目が思考力、判断力、表現力等の基礎。3つ目が学びに向かう人間性等。で、この知識とか技能とか思考力、判断力、表現力というのは、小学校とか中学校の学習指導要領の目標でもあります。ということで、その基礎を幼稚園の間に培っておいてくださいねというのがこの内容です。また、保育所保育指針と同じく5領域があります。健康、人間関係、環境、言語、表現。この5領域、保育所保育指針と全く同じ内容の5領域となっています。
先ほどの五領域、幼児期に育てたい5つの力なんですが、実はもともと6領域でした。1956年にできた当時は、健康、社会、自然、言語、音楽リズム、絵画制作という6領域だったんですが、1989年、平成元年の改定の時に現在と同じ5領域となりました。また、幼稚園教育要領の中で、幼児期の終わりまでに育ってほしい10の姿、つまり小学校入学までに育っておいてほしい10の姿というのが挙げられています。で、この内容も2017年の改定の時に、保育園、子ども園、共通で挙げられているものです。それがこちらです。1. 健康な心と体 2. 自立心 3. 共同性 4. 道徳性規範意識の芽生え 5. 社会生活との関わり 6. 思考力の芽生え 7. 自然との関わり生命尊重 8. 量、図形、文字等への関心、感覚 9. 言葉による伝え合い 10. 豊かな感性と表現。これを幼稚園や保育園の卒園、小学校入学までに育ててくださいねというのが2017年に追加されました。では実際の文章を見ていきましょう。幼稚園教育要領の全文、最初のところです。教育は教育基本法第1条に定める通り、ほにゃららを目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期すという目的のもと、同法第2条に掲げる次の目標を達成するよう行われなければならない。今回ここ問題ではないんですが、ちょっと隠してみました。教育は何を目指すものかお分かりでしょうか。ここよく出るのでよかったら覚えてください。教育は人格の完成を目指して行われます。そして全文、こちらが今回の問題文の箇所となります。これからの幼稚園には学校教育の始まりとして、こうした教育の目的及び目標の達成を目指しつつ、一人一人の幼児が将来自分の良さや可能性を認識するとともに、あらゆる他者を価値のある存在として尊重し、多様な人々と共同しながら様々な社会的変化を乗り越え、豊かな人生を切り開き、ここからですね、持続可能な社会の作り手となることができるようにするための基礎を培うことが求められる。このために必要な教育のあり方を具体化するのが、各幼稚園において教育の内容等を組織的かつ計画的に組み立てた教育課程である。今回の答え、この持続可能な社会と教育課程となりました。それでは問題に戻ります。先ほどのスライドと全く同じ文章となるんですが、カッコ A の部分が持続可能な社会、そしてカッコ B の部分が幼稚園が教育機関でしたので、教育課程が入ります。今回保育士試験ではあるんですが、保育所保育士審と並んで幼稚園教育要領、とても大事な文章となりますので、よかったら他の内容も確認してみてください。今日もお疲れ様でした。